今回は R ヘクタールのお話だ。R ヘクタールって何なのか何で R やヘクタールを使うのかということなどをお話しするよまず R ヘクタールとは面積の単位なんだ。面積の単位でよく知っているのは平方センチメートルや 平方メートルじゃなないかなそこで一度平方センチメートルや平方メートルについて説明するよ。平方センチメートルは一辺が1センチメートルの正方形の面積で平方メートルは一辺が1メートルの正方形の面積だね。面積の単位には長さの単位に小さな2がついているよね。理由は知っているかな 四角形の面積は縦の長さと横の長さをかけることで求めることができるんだ。例えば縦が 4cm 横が 5cm の長方形だったら面積は20平方センチメートルだね。この20というのは 4×5 の答えだ同じように縦と横で長さもかけているので。 センチメートルを2回かけたという意味でここに小さな2がついているんださっきも言ったように面積は縦×横の計算で求めることができるから長さの単位を2回かけたものが面積の単位になるんだ突然だけど学校の教室の面積はどのくらいかわかるかな学校によって多少違いはあるけどだいたい 十四平方メートルになるように作られているそうなんだ次に日本の面積はどれくらいか分かるかな日本の面積はおよそ37万8千平方キロメートルなんだってこの平方メートルと平方キロメートルが r とヘクタールが必要な理由を考えるヒントになるんだ1平方メートルは一辺が1メートルの正方形の面積だったね。 これは新聞紙より少し広いくらいなんだそして1平方キロメートルは一辺が1キロメートルの正方形の面積だここで1平方キロメートルを平方メートルの単位を使って表してみよう1キロメートルは何メートルかな1キロメートルは1000メートルだねだから1平方キロメートルの場合縦が 1000m 横も 1,000m と考えることができ 1,000×1,000 をして100万平方メートルということになるよ。ちなみにこれは東京ディズニーランドとディズニーシーを合わせた広さと同じくらいなんだ。つまり1から999,999 999まで平方メートルの単位を使うことになるね。新聞紙より少し広いものから 東京ディズニーランドのような広い場所の面積まで平方メートルを使って表すことができるのは便利なようだけど幅が広すぎて面倒なこともあるよね。できるだけ小さい数で表した方がわかりやすくないかなそこで作られたのが r とヘクタールなんだ。平方メートルと平方キロメートルの間に入っているね。1R は、 1ヘクタールは1辺が1 0 0ルの正方形の面積だ。平方メートルの単位を使って表すと 1r は 10×10 10で100平方メートル。1ヘクタールは 100×100 100をして1万平方メートルということができるんだ。つまり1辺の長さを1101001000とすることで 単位の前につける数字の幅を狭くすることができるね。それじゃあ今日のまとめだ。R とヘクタールは面積を小さな数字で表すことができる単位だ。一片の長さが1メートル、10メートル、100メートル、1000メートルの並びになっていることを覚えておこう。最後まで見てください。ありがとうございます。動画を面白いと思った方は。 いいねやチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは学習や生活の中の謎や疑問を解決していきます。また、すぐに使える小ネタなども用意しますので、リクエストがあればお気軽にコメントしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。